菊田神社は、千葉県奈良市の室田沼にある神社。旧社閣は孫社。神門は、菊に、田の字。旧久々、田村のうぶすながみで、古くは、久々伝代名人と称された。公認年間頃に創建されたと伝わる。かつては、境内地周辺は入江で、当社は、島の上に鎮座していたと言われている。時が経つにつれ入江が、浅瀬となり、 やがて浅瀬も埋め立てられ周辺が水田地帯となった。久々田という地名はかつてこの周辺に生えていた久ゴという草から来ていると伝わる。当社の官主を務める植草市所蔵の菊田神社古文書再録の慶長2年5月に行われた本殿の修復に当たって書き残された棟札の裏書きの著者には以下のように記されている。当社安鎮者。 王石南霊の時時霞ケー大名虫の命再々、なり、その後自称5歳真中夏4月、藤原氏京京在有邸、東国へ、左遷寺、三船久々、田浦美紀休府、三船の異例留置名家、縁だと運府、今宮田と運なり、厚生神に祝いだと、なる、始業教派神山認める十九府、今、神山明神、これや、久々電車車指定義休、 布旧石な霊派、五千祖、藤原時平公家、久々電車の、愛、との人災賃玉物布、車の形除染、和雪怒り二の、怒り止め、雲布の旧石有利、今水人に祭り止め鎮座以来の抹車なり、夏四月、藤原市協協在ありて東国へ左遷の時、三船久々田浦につきたもう、三船の入れる地名を縁だという、今、宮田というなり、 後精神祝いだとなる。死教教は、神山、イコール三山、に泊まり住みたもう。今の神山明神これなり。久々電車は初めて、月玉う旧跡なれば、ご先祖、藤原時平公を、久々電車の、愛殿に、時鎮し玉物府。社の形へのごとし、和ず怒り二の怒りという旧跡あり、今水神に祀る鎮座以来の抹茶なり。 これによれば、自称5年に罪を受けて、下佐国に流罪となった藤原始行が、久々田浦に漂着し、大名討の命を祭人とする当社に、祖先の藤原時平を合わせ祀った。後に、始行は千葉郡三山峡に移住したという。境内が船の形をしているのは、始行一族の着船の記念するためであると、伝えられている。もう一つの伝承によれば、 修行とその一族労党が、相模国から、上佐国に渡ろうとして、船に乗ったが死刑に会い、姉の乗った船は、上佐の姉先について、一方修行は、下佐の久々田浦へ流された。詐欺沼源、大名三森という土地の豪族が、修行を迎えて、他の一行に無事に到着したことを知らせるために、久々田村と、詐欺沼村の境界にある昇級で放火をあげた。 死亡、三つのりらがかがり火を焚いたと言われる場所は、神の台、または、火の口台と呼ばれ、二宮神社の七年祭りの時に、二宮神社と当社の御腰がここに立ち寄るのが恒例となっている。法暦年間には、菊田大明神と会唱。大正元年11月、近隣区内の琴平神社等六社を境内者として、合祀昭和53年10月。 千葉県神神社社より、規範神社に指定されたアインコマイヌと呼ばれるコマイヌ造境内にある池の水源は二宮神社と言われているこの地域は低地で中世は海が近く流罪に処せられた修行市長来一が神社の池周辺の入り江に上陸したという伝説も残されている古墳時代は海岸線が今の陸地に近かったためこの入り江が 船着き場であった可能性があると推測する研究家もいる。奈良市の市周辺の村落に住んでいる人々は、回路で関西方面から来たという伝承の残る旧家が多く存在する。50から60メートル程度の比較的整備された山道が伸びている。安政5年6月混流の鳥居は東日本大震災によって倒壊し、平成23年12月に再建された。 旧鳥居の一部は境内の一角に陳列されていたが、2020年頃から敷地内の整備のため撤去された。鳥居から車源までの間に三体の狛犬があり、一番手前の一体混流の雲形にはその表情から、愛因狛犬というあだ名が付けられている。廃電車電が改造へ改修された時期は以下の通りである。大杉神社と抹茶三社案場様。 ありがとうございます。